赤コーナー世界プレミアヘビー級チャンピオン153番目のロンドンの3番伊佐坂を所属輪島光一、世界ジュニアミドル級チャンピオン輪島光一選手が紹介されました。世界ジュニアミドル級6位153番のイタリアシルバノ・ベルチーニ、挑戦者の世界ジュニアミドル級第6位シルバノ・ベルチーニ、まあ、両選手とも原田さん、非常に札幌は今年は非常に記録的な暑さなんですけども、ちょっと最初はコンディションを苦しましてね、調整に苦しんだようなんですが、ここに来てもう本当に目を見張るような調子の相方ですね。そうですね、両選手とも絶好調つけますから、非常に試合内容としては期待できますね。そうですね、非常に面白い試合展開がされるんじゃないですか。はい、しかも今原田さんがおっしゃったように、ボクサータイプだけではなくておそらくインファイトも両方を備えているだろうとおっしゃいましたが、第1ラウンドのゴングが鳴りました。世界ジュニアミドル級タイトルマッチ15回戦第1ラウンドが始まりました。まず第1ラウンドから自分のボクシングをしようという輪島、一方先ほどのレポートにありましたようにとにかく足を動かして動いていこうという挑戦者のベルチーニであります。早くも激しく打ち合っています。右のボディーブローを打ち合いだったらやっぱり輪島君の強いですからね。ただ入り上げ のベルチーニの今右アッパー怖いですからね、はい、とにかく非常に手が右アッパーですね、はい、あれですね、左も右も非常に手数が多いという挑戦者のシルバのベルティーニ、上体を動かしまして輪島チャンピオン独特のクラウチングスタイルであります。左から入りました。今日のレフリーは宇野武雄さんであります。やはり相手が左から入ってくると大きく右のアッパー、必ず右のアッパーを動かしますね。そうですね、やっぱり気合いがあってですね、その気合いはいいんですけどもですね、そのあまり気合い乗ってきますとカウンター食いますからね、はい、チャンピオンも無造作には入れません。今の注意は何ですか。やはりオープンじゃないですか。はい、はい、ただベルチーニが右アッパー打った時アゴ上げますからね、はい、輪島君の右クロスかなんか入りましたアゴ上げたと思いますね、はい、来ますよ、これ効果的だと思いますよ。ちょっともつれました。普段は非常に、おっと右アッパーから左に送った左右の連打、ボディに連打を送りました。やはり非常にアッパーが多いということは輪島選手を研究していると見ていいですか、はい、そうですね、どっちかというとこう見ますかね、輪島君ね、下から起こしていこうというんじゃないですかね、はい、で輪島君の最近の試合というのはちょっと打たせますからね、それがちょっと怖いんですよね、はい、接近戦になっております。ブレイクがかかりました。左のアッパーです。左のフックです。今度はいきなり右から左です。非常に普段はおとなしいんでありますが、打ち合いますと非常に気の強さを表に出す選手ですね。そうですね、はい、非常に足を使うようなヨーロッパスタイルじゃないですね。意外ここで打ち合いもできるって言うんじゃないですかね。あ、そうですか、輪島自身もスパーリングをちょっと見た感じではどちらかどういうスタイルかわからないと言っております。第1ラウンドは原田さんの採点は5対5のイーブンであります。チャンピオンの輪島選手は30戦して27勝2敗1引き分け、27勝のうち23のノックアウトが勝ちあります。とにかくノックアウトボクシング、輪島選手と言いますともうノックアウトというイメージが非常に強く焼き付いております。しかしここ2試合そのノックアウトがありませんので、なんとかこの試合でスカッとした勝ち方をしたいと力強く言っておりましたが、第2ラウンドが始まっています。
やはり相当第一ラウンドからこう接近したショートブローの押し込みになってますね。はい、そうですね。やはり和島君のボディのあのボディブローはいいと思いますよ。はい、でベレチーノですね、あの右アッパーですけどですね、左のガードのノーガードなんですよ。はい、あそこに和島君のですね、右ストレート右フックが思い切ったと、これダウンシーンが考えられますね。ああ、そうですね。はい、右のクロスカウンターになりましたが、右のクロスに打ちました和島、強引に右から左に入りました。ベルティーニパンチは当たっていません。右から左です。それからやっぱりあのベルティーニの右はもう大体あのアッパーで避けるんですけども、はい、あの返しの左が怖いですね。はい、さて離れました輪島の左からです。右のアッパーが左です。下向くと危ないですね。はい、下向くから危ないからね。はい、コーナーに詰まった、チャンピオンコーナーに詰まりました。ベルティーニの顔面も早くも真っ赤であります。アナッパー怖いですね。でもね、はい、返しですよね。はい、右から左必ずこう、返しますからね。はい、だから右はですね、右アッパー当たらなくても左が食うとやりますからね。はい、ベルティーにちょっと右をホールドしています。この輪島選手の状態の動かし方ですかね、原田さん。はいはい、いつものこのもっとこう鋭くシャープに動くんじゃないですか。そうですね、もっと左右に深く動きますよね。ちょっとこう上体のウィービングといいますか、動きがないように思いますか。ウィービングが足んないですね、もっとね。はいはい、ただなんか急張ってあざってこう入ろう入ろうと思ってるんですからね。はい、そこはやっぱり疲れますと、カウンター食いますと怖いですよ。まだしかしお互いにダメージになるようなパンチはありません。最近和島君もあの一発で2発が出ないですからね。はい、一発打っちゃうと下向いちゃうと、そこ怖いですよね。はい、右から左、さらに左右の連打、ボディを狙っています。ベルティーニ、あー左にボディーブロー。はい、ボディーブローですね。こう体を預けるように、そうですね、逆に入りました。はい、ボディーブローですね、今のは。ちょっと深く入りました。ちょっとこうインサイドした時に入りましたね。はい、和島の左です。ベルチニエフルゴングが鳴りました。第2ラウンド終了は、はい、原田さんは5対5の採点であります。第2ラウンド終了です。挑戦者のシルバノ・ベルチーニはこれまで48戦いたしまして45勝2敗1引き分け、45勝のうち22のノックアウト勝ちがあります。やはりこの 22KO というのは不気味だし、しかも1回もそのノックダウンしたことがない、もちろん KO もないという、はい、この辺は不気味ですね。そうです、怖いですよ相手にとっては。はい、やはりそのやはり重量級ですからね、45勝のうち22してもですね、はい、やはり一発いいの当たりますとね、はい、怖いですからね。はい、まあ、この戦績の前にこの人は、長い間アマチュアの距離を取れんだ、お互いに激しい打ち合いがあった。赤コーナーでちょっと連打がありましたが、長いあのアマチュアのキャリアがありまして、あの東京オリンピックでもですね、はい、アマチュアで来ておりまして、ウェルター級で3位銅メダルという戦績がありますね。立派なもんですね。はい、まあ、ボクシング非常に好きな人、詳しい方はひょっとすると見たことがあるという方もいるかもしれませんが、さあ今左ですね、はい、輪島独特のポーズがありました。ちょっとロープを背にしました挑戦者のベルティーニ、相変わらず軽快に足を使っています。むしろ直線的に、おっと右左の大きなスイング、ちょっと苦笑いであります。しかしこの人はあのベルティーニは初めての世界タイトルへの挑戦なんですが、意外にこう硬さは感じられませんね。そうですね、やはりあのアマチュアで長い経験があるんでしょうね。非常にあのリラックスですよね。はい、今年33歳という挑戦者のベルティーニ、チャンピオンは30歳ちょうど。左から入った、ああいう打たしちゃダメですね。はい、
まあ、ボディはとにかく徐々に効いてくる感じがありますので、輪島の左、ここの一つの年齢を感じさせないですからね。そうですね、はい、やはり年齢があるが他にうまいもの持ってますよね。はい、右のアッパーです、ね、ボディブローです。カウンターちょっとありましたね、はい、いいです。そうですね、はい、要するにあの飛び込むように打っていく感じですね、はい、いきなり右から入りましたベルチーニ。早くも褐色の肌、チャンピオンの輪島、うっすらと汗が滲んでおります。一方真っ白な肌をしておりますベルティーニ、赤く状態が染まってまいりました。第3ラウンド残りあと10秒であります。状態を考えますチャンピオン、この辺のミスブローがありましたベルティーニ、ここでゴングが鳴りました。第3ラウンドも原田さんの採点は5対5のイーブンであります。何か行き詰まるように試合が進んでおりますが、チャンピオンコーナーの石島さん。はい、チャンピオンコーナーです。どうですか、久保会長はですね、非常にあの打とうという意識が先走って動きがちょっと硬いのではないかと、で向こうの方が少し焦ってきているんでクリンチした時に中から打つようにと、うん、こういう指示を出しておりましてね、さすがに4回防衛のチャンピオンコーナーでありました。落ち着いております。余裕がありますか。はい、はい、第4ラウンドに入りました。冒頭に原田さんおっしゃいました、あのとにかく両方の選手とも自分のペースをどっちが早く掴んでいくかということがありましたがね、はい、今のところどうですか。そうですね、やっぱり今のところは両者五分じゃないんですか、まだ輪島にしてもですね、チャンピオンにしてもあの独特のもう戦法、八方破れの戦法がまだなんか、ね、見せてもらいたいですね。まだ通じないですね、はい、ちょっと見せるんですけどやっぱり相手のうまさに、はい、巻き込まれちゃいますね。何かこうリングサイドといいますか、この屋内のアイスアリーナのお客さんもですね、ベルティーニ意外に強いと、なんか不気味だなというような雰囲気がありますね。そうですね、はい、やはりお客さんもそれを浸透して見てますね、はい、左から入りました。盛んにボディにパンチを送っていますチャンピオン。今ですね、はい、クリンチしてやっぱ突き上げましたね。そうですね、はい、これが美佐子会長の指示だそうでありますが、打ち合いになりました。目切りましたねベルチーニ。あー本当ですね、右の目の上ですか。いいですね、はい、右の目の上から真っ赤な血が流れてまいりました。この選手はとにかく2つしか負けていませんが、この2つの負けがいずれもその右の目の上を切っての敗戦だということでございます。手前の振り傷ですねこれは、はい、ちょっと頭が当たりますからね、はい、右の目の上をまだ浅いようでありますがカットしました。挑戦者のベルティーニ、左右の非常に力強い服であります。ブロックしてましたけどね今の、はい、こういった頭を突き合っての打ち合いが非常に多いだけに怪我は危ないですよね、はい、ベルティ右のアッパーです。ー今のアッパーどうなんでしょう、はい、ちょっとまだちょっと浅いんじゃないですか、はい、輪島君もちょっとなんか目切ったようですね、右の目を。あーはー、相手のあれかな、相手の返り力、あるいはまた輪島自身の目の上をカットしたのかちょっと分かりませんが、滲んだような感じになっております。しかしベルティーニもこのラウンドちょっとこう足がどうですか、動いてますね、動いてますね、動いてますね、はい、右から左をフォローしました。こういう揉み合いしてますと疲れますからね、逆に、はい、非常に暑いしここは、はい、やはりこういう揉み合い疲れますよ。この人はまあイタリアのフローレンス、まあ、ミラノとローマのちょうど中間にあるフローレンスという非常に美しい街だそうですが、だいたい日中の気温が27、28度だそうであります。今ここでゴングが鳴りました。第4ラウンドです。どうですか、ちょっとベルチーニがいいなと思ったんですけどね、やっぱりそこは差が出ないですね。そうですか、5です、はい、5対5のイーブンであります。
挑戦者コーナーの野塚さん、青コーナーです。傷の具合はどうですか。ですね、1センチぐらい切れたということなんですけれども、マネージャーはですね、しきりにですね、大丈夫であると、もっと接近しろ接近しろということを言っております。あ、そうですか。まあ、挑戦者コーナーは、マネージャーとして、スティーブ・ヤスコンサーティさんも、まあ、おりますが、しかしさらに接近しという指示があったそうですね。原田さん、やはりアッパーが狙いじゃないですかね。そうですか、お互いにこういった頭をつけてボディーブローの応酬がよく見られます。今いきなり左から入りました輪島、全く第一ラウンドから互角の形勢であります。世界ジュニアミドル級タイトルマッチ、ラウンドは進みまして第5ラウンドに入っております。4ラウンドまで原田さんの採点はイーブン、5対5が続いています。しかし、まあ、スパーリングなどの見てもですね、左ストレートから右の長いアッパーをですね、はい、たまに見せておりましたが、はい、もしこう離れてほっとこう一息ついたときこれはありません。それはそれと今ついてますね、足が絡みましたスリップであります。離れてほっとしたときに入ると怖いというような、確かにそうですね、はい、アッパーはやっぱり打ち割ってこないなと思うとほっとした息抜いた時に長くきますからね、はい、怖いですよね。パンチの重さはそれほど感じませんがスピードがあります。そしてタイミングが非常にいい挑戦者のシルバのベルティーニであります。相変わらず軽快に足を使います。そして思い切って前に突っ込んできます。やはり輪島君も単発じゃいかんですね、はい、やはり輪島君の今のいいときは大概連打して、まあ、一発決めてからですね、大概連打をして決めてましたからね、はい、非常にこう精力的にですね、行く連打なんですが、まだその精力的なボクシングは見せていません。逆にやられてますね、はい、やはりあれ防戦一方じゃいかん、手を出さないといけないんですね、はい、むしろベルチーニの方が粘っこいパンチを送っております。お互いに状態を起こすような突き上げるようなパンチの応酬です。輪島打ち合いです。いい打ち合いですね。もっと強いですね、はい、今の打ち合いではどうですか。有効度がありましたか。いや、そこまでちょっと差つきませんね。いってませんか、はい、このラウンドも残り30秒を切っています。には左です。おっと、これはちょっと相打ちの形になりました。これゴングであります。第5ラウンドは原田さんの採点は5対4と挑戦者が取りました。ベルチーニが初めてラウンドを取りました。序盤戦から中盤戦に入ろうという世界ジュニアミドル級タイトルマッチ15回戦はいよいよ第6ラウンドに入りました。さあ、初めて原田さんの採点では前回にポイントを取りました挑戦者のシルバのベルティーニ、上体を動かしまして輪島独特のスタイルであります。そのしかし上体の動きにももう一つシャープなものがないような感じがしますが、そうですね、いつももっと左右に振っていきますもんね、はい、なんか一発で終わっちゃうんですね、はい、お客さんはよく知っております。さあ行くぞ、ピーピーというような歓声がありました。左のアッパーです。それほど深くありませんね。そうですね、はい、ちょっとウィービングをこうステイバックした時ですからね、はい、輪島ちょっと追い込んでいます。さあどうだ、状態を非常に動かしますがまだ手が出ません。チャンピオン、やっぱり輪島君もアッパーがあるからちょっと入っていけないんじゃないですか。ああそうですか、はい、
いつももっと振って入っていくんですけどね、ちょっとアッパーが邪魔じゃないんですかね。はい、まあ、お互いリーチはですね、挑戦者の方が両手を伸ばして5センチほど長いんですが、しかしこの今までの対戦相手は大きくてリーチが長い選手が多かったんですからね、それはもうチャンピオンにとって苦ではないと思いますが、まあ、チャンピオン自身はそのリーチの差あるいはまた上背の差は自分のシャープな状態の向きでカバーしていくと言っておりましたが、もつれてパンチの応酬です。ダスンダスンという非常に重いパンチの応酬だ。右から突き上げました。はい、この辺はいかにも重量級らしい重いパンチの応酬であります。チャンピオンの輪島、挑戦者のベルチーニ。大きくステップアウトしましたチャンピオン、冷静に見ています。シルバのベルチーニ、まあ、挑戦者のベルチーニは輪島のボクシングは全く知らないんだと、練習も1回も見ていないと、全く白紙であると言っていましたけれども、やはりいわゆる輪島がチャンピオンのタイトルを取ったカルメル・ボッシですね、あるいはまた最初の防衛戦に行ったイタリアのチベリア、イタリアの選手ですから、その辺は非常に細かく、その辺はやっぱりマネージャーがちゃんと研究してますよね。そうですよね。やるもんはやっぱり選手がやるんですからね、はい、マネージャーも座ってやるんだと思います。はい、連打激しい打ち合いだ。激しい打ち合いになりました。もう一回ほどもう出しちゃいけないんですね。はい、これゴングであります。攻防ですね。はい、第6ラウンド終盤に激しいパンチの応酬がありましたが、原田さんの採点は5対5であります。試合は第7ラウンドに入ります。このところ各地ともに日本列島は非常に記録的な猛暑が続いていますが、この札幌地方も非常に暑く、ご覧のようにうちは扇子を使っての観戦でありますが、その暑さを吹き飛ばすような激しいパンチの応酬がありました。注目の第7ラウンドであります。そうですね、まあ、三代会長はですね、7ラウンドにチャンピオンはやるぞとおっしゃってましたが、そうですね、輪島君自身もやっぱり7回がつきましたからね。そうですか。この回が一応勝負じゃないですかね。はい、でもやっぱりまだベルチーニも足も足し出しですね、はい、ちょっと不意に入ってきますと甘いですよ逆に、はい、とにかくやっぱり手数で一発決めた方がいいんじゃないですかね。そうですか、ベルチーニの短い右です。ショートゴロです。輪島の左は届きません。左です。ベルチーニの左はかすっただけ、ちょっとの相手の右側でサイドにした左フックというのはうまいですね。はい、チャンピオンの右、チャンピオンの右フック左です。こういったもつれ込んでですね、はい、お互いに非常にボディを狙って、まあ、多少ガードはしてますけども、あるいは突き上げるアッパーなんですが、はい、これがやはり少しずつでもダメージが重なっていくものですか。これはやっぱりまともにですね、入りますと、これは数打たれてますと効いてきますよ。あ、そうですか、はい、だからどんなんでも打たしちゃいかんですね。はい、ちょっと交代しましたチャンピオンの輪島、リングの中央に帰りました。ご覧のように相変わらず足を使っています挑戦者のベルチーニ。左のダブルです。おっと、輪島の右とお互いの右の見合ですね、当たりませんでしたけど、はい、チャンピオンが右から入るとすかさず右を打ち返します。挑戦者のベルチーニ。おっと、ベルチーニが今度は、どっちかというとこう輪島のような格好で入ろうという感じがしましたが、輪島はもう一つパンチが出ない。おっと、右です。今引きましたね。引いたですね。腰落としました。ベルチーニ腰落とした。右の腕が入りました。チャンピオン、しかしロープを背にした。最後のアッパーです。右のアッパーです。足がもつれました。足にチャンスですね。おっと、右のアッパー、激しい打ち合いになりました。輪島の左、輪島の右、これは右、輪島チャンス、輪島チャンス、チャンピオンチャンス、輪島チャンス、輪島チャンス、そう、上下上下上下、ボディブロー、右が入った。輪島の右が入りました。輪島さんに入った。もう一回右、左、輪島チャンス、
ベルチーニ、足に少し返しています。あっと腰落とした。ロープを背にした。和島の右、和島連打。チャンピオンチャンス、ゴール、ゴール。ここでゴングであります。チャンピオンの猛攻がありました。ベテランの原田さんの採点は5対4とチャンピオンが取りました。第7ラウンドのチャンピオンの猛攻は迫力ありましたね、原田さん。そうですね、今いいですね、ボテレンだからアゴエですね、はい、もうちょっとですね、はい、最後の一発といいますか、あのベネチエリですね、はい、あのこれは下がるのでうまく出ていくからいいんですよね、なかなかね、あれで一歩交代したらやっぱり和島君も強いだと思うんですよ、はい、さあ、和島の連打が続きます。和島の攻勢が続きます。第8ラウンドであります。ちょっとクリンチ、ベルチーニ、クリンチ、ブレイク、和島の右、和島サウスポースタイルから右に入りました。左のスタート、スピザパーです。チャンピオン構成です。さあ、ようやく和島らしい動きが出ました。とにかくこれまで一度もダウンを喫したことがないという挑戦者のベルチーニ、思わず膝を曲げた第7ラウンドでありましたが、8ラウンドの前半も構成であります。チャンピオン右です。和島の右、右の中央、マウスピースが飛んだ、マウスピースが飛んだ、ベルチーニのマウスピースが飛んだ。ベルチーニ右ナッパーです。じゃあ少し勇気ありますよね、よく打ち返してますね、この辺がやはりダウンをしたことがないという強さでしょうか、挑戦者のベルチーニ。和島の猛攻をよく手を出して打ち返しております。和島の右、左、ベルチーに打ち返しています。左です、強烈な左が入りました。和島の左が入りました。左と右の打ち合い、ベルチーのボディブローです。和島君 の上下の攻撃がいいですね、やっぱり腹を攻めておいて、はい、なんかこうアクセントがあると言いますか、コンビネーションが効いてますね。そうですね、はい、あと左、ベルチーニの左から右、ちょっと手を休めますとベルチーニのパンチが飛んできます。今度はチャンピオンがボロロープを背にしました。さあ、和島、ベルチーニのボディーブロー、いわゆる横腹に入っています。チャンピオンの左、あと引かないですからね、はい、非常にいい試合でしょ、引きませんね、はい、激しい打ち合いになった。ベルチーニの右がちょっと入った、お互いに激しく顔面にパンチが当たっています、左右の強打の応酬であります。第8ラウンド30秒を切りました。ベルチーニ右に回り込んだ、和島の右、左、ベルチーニも仕返しています。しかしかなり深くパンチが入っていますが、ベルチーニよく仕返してますね、打ち返してますね、はい、右ナッパーです、この右ナッパーちょっと怖いですけど、はい、ここでゴングであります。第8ラウンド終了のゴングは5対4とチャンピオンが取りました。ベルチーニコーナーの小野塚さん、ベルチーニコーナーの小野塚さん、はい、青コーナーです、どうですかベルチーニは。ですね、さっきですねかなり打たれて、はい、足がよろけましたけれども、まだ大丈夫であると、相手もエネルギーはかなり消費してるから、こっちも大丈夫であると、そのままどんどんいけいけと、足を止めるなということを言っております。あ、そうですか、はいはい、やはり打ち合ってもですね、足を止めるなと、こういう状態では足を止めるなというのは非常に第1ラウンドから続けているベルチーニの戦法ですね。そうですね、はい、非常にですね、こういう揉み合いというのは疲れますからね、非常にまた9、今がちょうど疲れてるんですよ。あ、そうですか、お互いにやっぱり疲れてますからね、はい、ここはやっぱり両者歯を食いしばったもんと頑張るんじゃないですかね、はい、まあ、これだけ強打の応酬になりますと、もう消防戦といいますか、もうあとは精神力ですよね、はいはい、第9ラウンドに入っています。現在まで放送席の採点ではワンポイントチャンピオンの和島がリードしています。この辺の中盤から後半までどういう展開になりますか、まあ、オリベイラの成功法の
防衛戦からさらにまた反町と2つの、まあ、本人としてはスカッとしない試合が続いただけに、この試合にかけるものは非常に並々ならぬものがあります。チャンピオンの輪島、一方のベルチーニも22KO のうちもうほとんどのパンチがワンパンチ KO だという豪語をしておりました。ズシンズシンという重いパンチの応酬であります。ボディにパンチを送っています、チャンピオン。やはりあのボディの辺がですね、赤くこう張り合わせ、なんかこうね、色が違いますよね、全く。やはり腹は打たれてましたので、ガードさんありますからね、そこを今度は上に顎を返すね、これはいい戦法ですね。ボディに左右の服を飛ばしておいて、そしていきなり顔面にパンチを送るという輪島のコンビネーションであります。今度はいきなり左から顔面を狙いました。もうベルチーニもあれですね、もう続かないですね、開始がだんだんもうやっぱり足がついていかないですよね。ああそうですか、右のボディから左の顔面へ、チャンピオンの輪島。しかしそれほど深くは入っていません。左、ただしやっぱり重力ですからですね、一発が両者当たるとまたこれは形勢が逆になるということも完全に逆転しますかね。とにかくこのベルチーニはですね、22KO のうち21はですね、俺のワンパンチ KO で勝ったんだというふうに豪語しましたので、怖いです。それだけ自信持ってるんですね。左、チャンピオンの左が入りました。左、右、左右の服が入った。そしてボディへ、顔面へ。いやしかし下がんないですけどね、よく打ち返してます。打ち返しますね、打ち返しています。今度は逆にロープを背にしたチャンピオン、上体上付けましたベルチーニ。ここでゴング、第9ラウンド終了のゴングは5号ですか。5対5のイーブンであります。まさにお互いに死力を尽くすという表現が当たると思いますが、チャンピオンの輪島、そして挑戦者のベルチーニ、ラウンドは重なりまして第10ラウンドを迎えています。本当に、まあ、輪島選手の強打がですね、ずしんずしんと当たっているんですが、この挑戦者はよく返してますね。非常にやっぱ打ち返されますしね、はい、それがやっぱりまともに離れての中堅距離で打たせないですね。やはりああいうクリンチした時の細かい、テクニックがやっぱりアマチュアで出したらうまいですね。あ、なるほどね。今ちょっと軽い送りですがワンツーを見せましたけども、ほとんどこういったアウトボクシングでお互いにこうストレートの応酬ということはありません。接近しての強打の応酬です。第10ラウンドに入っています。第5ラウンドでは挑戦者のベルチーニが、おっとここでお互いにボディにかなり深くパンチが入りました。ボディにパンチが効いているチャンピオン、しかし回り込んで打ち返していますベルティーニ。ものすごい右ラッパーです。これは空振りです。右のフック、輪島の右のフックが入りました。ですぐに右のボディブローであります。さあ輪島サウスポースタイルに変わった、左です。右から左打たせてはいけません。左右ナッパーです。時々ガードはしてるんですが、こう無造作に打たせるということがありますね。まあ、それほどダメージはなくても相手を調子出せますから、そうですね。相手にリズムを乗せるきっかけを作ります。輪島の左のパンチはカスタテージであります。ちょっともつれ込んでいます。青コーナーです。右です。右ナッパーから左です。ベルチーニ、カマラ、ジャンピングを踏め。
輪島の右。連打したらいいですよね、はい、しかしこういうふうにもつれ込んでいるようでありますが、原田さん不必要にクリンチをしてですねというようなケースじゃないですね。そうですね、非常にボディーが入ってると思ってますね。右表彰でありますベルチーニ、左の右のまぶたですがまたちょっと血が流れていますが、これゴングであります。第10ラウンド終了のゴングはチャンピオンが取りました。5対4と輪島が取っています。はい、そうですね、終盤で盛り返したという感じです。挑戦者チャンピオンの輪島、輪島君に相手に打たせて疲れたのかなと思うとバンバンってくるからね、そうなんですね、やっぱりそこがいいんですね。相手はもうそして自分の力を持って思い切って出すんですけど疲れててですね、はいはい、いいパンチが入るとダウンということも考えられるんですね、もう一歩追い込まればいいなと思うんですけどね、はい、ああいうところはなんか役者というかポーカーフェイスというかなかなかね、本当ですね、時々打たれて辛そうな顔するんですが、一瞬してね、またもう見違えるような構成を展開するという、それですぐにそのポイントに戻すというところね、これが輪島選手がそのトリッキーといいますか、とにかく型破りのチャンピオンと言われるゆえんかと思いますが、そうですね、はい、皆様よくご存知のカエル飛びはまだ出ておりません。先ほどちょっとポーズを見せましたが、右から左です。ロープを背にしていますがパンチを出しているのがチャンピオンです。追い込んでいるのがベルチーニ、やっぱり細かいパンチで輪島君が当たってますね、はい、突き上げています。応酬になった。チャンピオン攻勢、輪島攻勢、右から左、しかし右ダッパーを打ち返している。さらに回り込んだ右ダッパーを打ち返しているベルティーニ、非常によく打ち返しますね、打ち返しています。はい、ロープに詰まりますとちょっとロープが4本ですけども、足が低いですからね、はい、ちょっとベルティーニにホールドがありました。レフリーの宇部さんが注意を与えました。輪島の右、左、ロープ際うまく回り込んでいますベルチーニ、ちょっとオープン気味です。おっと左、ベルチーニの左が足りました。非常に一心同体ですね、本当にこう一心一体と言いますかね、はい、いきなり右から入って左から、チャンピオンの左から右ナッパー、しかしすぐに右ナッパーを打ち返しています。あ、左が入った、これは効いた、輪島高生右が入った、左ロープを背にしていますが高生は輪島です。右が入った、打ち返してますね、よく打ち返しています。挑戦者のベルチーニ打ち返しています。今度は輪島がちょっと効いたか、いや今輪島ナッパーもらったでしょ、どうですか、効いてますよ、回転は5対3と輪島が取りました。いやー今のは原田さん、本当にダウンの寸前ですね。そうですね、でロープがですねちょっと柔らかいですからね、はい、まあそのせいもありましてロープから突き出すようになりましたけど、非常にでもいい攻撃だったですね、はい、本当にこうチャンピオンが歯を食いしばって死力を尽くしてのパンチが本当に当たっていたんですが、このベルティーニは危険ですね、危険ですか、挑戦者が試合を放棄しました、どうなんでしょう、危険で、そうですね、危険ですね、はいはいはい、いやー驚きました。しかし最後のパンチがよっぽどそのダメージを与えたんでしょう。ノックアウト勝ちであります。 KO で5度目の防衛に成功。石破さんどうぞ、どうもおめでとうございます、どうもありがとうございます。
どうですか、今日の試合。やっぱりね、今まで誰とは違ってね、やはりものすごくあの感じもあってありましたし、その変則な的なね、動きはね、運に絡むですね。やはり最後のチャンスとあってね、やってきただけの甲斐がありました。はい、もう地元北海道白戸で結婚後初めての防衛戦ということで、はい、ちょっと最初意識なさったんじゃないですか。やはりね、初め意識しましたけどね、やはり初めから僕は見てますから、あの人の言うことをね、まともに受けずに自分のペースをね、自分の考えの頭でハイペースに行ったつもりなんです。今のお気持ちはいかがですか。あ、やはりね、うちのやつにね、一言ね、はい、お前のおかげで勝ったって言いたいですね。そうですか、はいはい、今度はぜひ日本記録のですね、6度防衛をあの更新してください。どうも。いや、原田さん、まあ、第12ラウンドのあの終盤のですね、猛攻ですね、あれが完全に試合をもう決定づけていたと言ってもよろしいですか。そうですね、その前からやっぱりちょこちょこ打たれたのが効いてきたんじゃないですか、はい、それでこの13回の今のこのラッシュですね、非常にやっぱり歯を食い縛って田島君が連打したということなんですね。はいはい、挑戦者コーナーの小野塚さん。はい、小野塚ですが、どうですか。ですね、あのベルチニー選手自身がですね、本人がもう戦意を失ったと、やりたくないとマネージャーに言いまして、傷は大したことはないんだけれども、マネージャーがストップをかけてしまったということです。ああ、そうですか。本人があの戦意を失ったということですね、はい、両手を挙げてチャンピオンの輪島に祝福を与えました挑戦者のシルバのベルチニー。強豪ではありました、非常に強敵でありましたイタリアのシルバノ・ベルチーニ。しかし第13ラウンドノックアウトで KO で輪島の5度目の防衛が成功したわけであります。今最低強が参りました。やはりこれまで見ても